コインを探すなら石灰コインへようこそ。みなさんこんにちは。はい、株式会社石灰コインのものです。はい、今休みの時間なんですが、早速ですが、こちらは、本日届いたすごく、珍しいコインですね。中を皆さんにお見せしましょう。なんか角度がおかしい、はっきり見えないんですね。1キロなのですごく重くて、まあこれは1300万円価値のあるものなので、片手で持つのはちょっと怖いなと。はい、こちらこのコインについて紹介させていただきます。今紹介に差し上げるこのコインは、新着商品の第1番目のところにあります。まあ販売価格は1300万円ですね。詳しい紹介はこちらにございます。まあ、こちら商品名ありますね。2021年、今年、英国紋章の銃コレクションエドワード3世のグレフィンですね。その下の方にあのコインの情報について、あの結構詳しく書いてありますが、その中に一番皆さんにお伝えしたいのはその発行枚数ですね。発行枚数は13枚で書いてありますけど、あのケース入り発行限度数は10枚しかございません。でもうちのコインは世界一です。なぜかというと、当社が販売に出しているこのコインは唯一エノジシにより PF70 最高鑑定になるコインです。唯一最高鑑定になるコインです。なのでこれは世界唯一のコインになります。もともと発行枚数は10枚しかございません。またその10枚の中にこの1枚しか最高鑑定グレード70になりました。完璧主義のコレクターであれば、ぜひ見逃しなく。世界唯一グレード70になるコインの証拠はこの下のリンクになります。アクセスしていただいて、 NGC っていう鑑定会社のウェブサイトが開けます。鑑定会社 NGC のウェブサイトにこのコインの鑑定済みの情報が載せてます。アクセスするとこんな画面になりますね。はい、その一番下、うちのこのコインの写真のすぐ隣にこちら INPF70UC の後ろ1って書いてますでしょ。この1っていう意味は、最高鑑定 PF70 になる数は1です。はい、また、このコインについてもうちょっと大きい画像を皆さんに見せします。このコインは本日、まあ、午後届いたばかりです。まあ、前のビデオにも申し上げましたが、コインについては偽物がございます。裸コインをご購入になる場合は真偽を見分けるのは一番難しいです。当社はお客様がご安心にコインをご購入できるため、うちが販売に出すこのコインは9割以上鑑定済みになります。また個人的な思いなんですけど、コイン証がコインを鑑定に出すことは学生がテストを受けるとある意味似てると思います。だってコインが鑑定されたグレードは学校のテストの点数と似てるでしょ。優秀な学生であるかどうかテストでわかります。当社はうちが優秀だとお客様に証明するため9割以上のモダンコイン鑑定に出します。鑑定済みになったコインの中に9割ぐらいは最高鑑定70になっております。はい、これで最後なんですが、当社の存在が弾み見だ、当社のオーナーが日本人じゃなくて不安と思われるお客様に一言だけ言わせていただきます。すぐ信じてくださらなくてもいいです。お試しとしていかがでしょうか。はい、ここまでの清聴ありがとうございました。